左、正常、右、マレック病発症。マレック病とは、マレック病ウイルス感染を原因とする鳥類の感染症。日本では、家畜伝染病予防法において届出伝染病に指定されており、対象動物は鶏、うずら。マレック病ウイルスは、ヘルペスウイルスか、アルファヘルペスウイルス赤マルディウイルス属に属する DNA ウイルス。 マレック病は1907年にマレックにより初めて報告され、1967年にマレック病ウイルスが分離された。感染性を持つウイルスは感染個体の羽根放皮に存在し、剥離した上皮細胞と共に外界へ排泄される。これが軽機動感染を起こす。ウイルスは野外で数ヶ月間感染性を維持する。野外ではほとんどの鶏が マレック病ウイルスに感染しており、感染個体が必ず発症するわけではないが、発症個体は神経症状を示し、末梢神経の主題、リンパ腫形成が認められる。羽根上皮細胞内に核内封入体が形成される。マレック病の主要は CD4 陽性 T 細胞が主要化したものと考えられている。ワクチンが開発されているが、 強毒株に対しては感染防御の効果はなく、使用の発生を防御する。リンパ性白血病との鑑別が必要である。ありがとうございます。